それでは会議開催にあたりまして、西銘総務副大臣よりご挨拶いただきたいと思います。副大臣よろしくお願いいたします。構成員の皆様にはご多忙のところご参集いただきまして本当にありがとうございます。2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会は我が国全体の祭典であると同時に世界各国の方々が数多く訪れ世界最高水準を誇る ICT を含めた我が国の素晴らしさを全世界に発信する絶好のチャンスでもあります。また2020年以降の我が国の持続的成長発展や新たなイノベーションの創出につながる重要な契機でもあります。検討課題は多岐にわたりますが目指すべき社会の舞台像を描きながら無料公衆無線LANの全国整備及び簡便に利用できる手続きの実現デジタルサイネージも活用した言葉の壁をなくした多言語対応第5世代移動通信システムの実用化 4K、8K 実用放送の普及促進などの実現に向けて精力的にご議論をいただきたいと思います。その際まさに岡座長が第1回懇談会で発言されましたように実現実行していくことが重要であります。そのためにいつまでに誰が何をするのかというアクションプランの具体化をぜひともお願い申し上げます。本日は幹事会でこれまでご議論いただいた内容をご報告いただけると聞いております。 ICT に深く関わっておられる通信放送業界や機器システム等の業界の皆様方と一体となって取り組んでいただいており力強く感じます。総務省としましては国民生活に不可欠な社会基盤となっている ICT について2020年東京大会に向け国、地方、企業、個人それぞれがその恩恵を十分に受けられるよう社会全体の ICT 化を進めていくことを使命として取り組んでまいります。この懇談会の検討結果が2020年東京大会を成功に導き国内外におけるレガシー遺産として ICT が社会生活企業の生産活動に浸透した形を残していけるように構成員の皆様におかれましては引き続き多角的かつ活発なご議論をよろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。副大臣ありがとうございました。